私のせいですね、はい、すいません。なんか連れられてカールズバー行ったら、なんだかんだ相手してくれた女の子がすごい面白くて、あれ、え、っていうか終電逃してんじゃん、はあ、え、どうしよう、じゃあもう逃しちゃったついでにもうちょっと飲むかっつって4時までガールズバーでもう一回とんでもない一日ですね。でもなんでそんなね遅くまでこうずっと飲みに付き合ってたかというと、好きな人がいるんですよ、そのグループの輪の中に。その人がね、帰んないから一緒にいたくてね、付き合ったんですよ、ガールズバーだろうがなんだろうがね、始発までなんか変な時間だね、4時に帰らされてもね、どうしようかなっつって、まあどこに行くかな、ひろきさん、そしたらその後どこ行く？朝ですか？だって4時に出されてさ、店始発まで変な時間あるじゃん。そうっすよ、ね、どうするのその時。目黒では不可能です。でも目黒、じゃあしょうがないから、じゃあマック、マックで、マック、うん、すげえ、あの売り上げのすごいマックね、かすき家、食べれるかな、あの飲めるよ、のあ飲めるかじゃあもういいや、じゃあすき、すき家で豚汁とビール、あの牛サラと、うん、と牛サラと、しても炭水化物はもう無理よ、こっちは昼12時から飲んでんだから無理よ、味噌汁、豚汁とビールにします、なんつってこうポツポツとこうね、5人ぐらいになってた仲間がいなくなっていって、なんかこううまいことこう、なんかもうダメみたいな空気出して、うまいこと好きな人と2人になりましたと、その後の話です。男女のくっつくの、くっつかないの、どっちなのという一番楽しい時期を歌っているナンバーです。始発電車を見送って、No.